ここまでで、プカラをクリアして4地方を制圧したから、今度ね、ちょっと足踏み入れちゃったマルカ地方にだね。行ってみよう。もうほとんど、ここの拠点、ほとんど国境とか、まあ、地方の、まあ、すぐ、境目のまあすぐ近くにそうだね。行って、コスチュームをちょっと変えてみて、今、森蔵スタイルになってるんだけど、すんげえ揺れるんだよね、この森蔵スーツじゃん、このギリギリスーツ。ふさふさだもん。もう俺こっちからしたらすごいなんか、ふさふさというよりもしさっもかさりしてると。だけだよ。なんつうの、処理が重たくてなんか微妙。まあね、場合によっては迷惑被る装備なんだ、これ。で、マルカ地方に入ってすぐ近くの、まあ、多分ここ町だ。キングスレイヤーの証拠写真と、あと情報があるから。あ、これ副官だ。副官ってことはカルテルが多分いるわ。ああ、なるほど。OK。行ってみましょう。ちょっと運転が難しいね、この車。で、タイヤ全部パンクしてるもん。え？本当だ。 気のせいじゃなかった。 いや、運転テクは元からない方だけど、なんかおかしいな。 別に森蔵装備になったからってカムフラ率が上がるとかそういう恩恵はきっとないんだろうね。多分ないと思うな。ドローン飛行中。さて、あ、いるね。ドラゴンが信念を持ったターゲットがいる。ん？この中いない副の官？かな？副官がどっかにいるはず。おったぶね。ああ、いるね。騒ぎ起こしたら逃げちゃうな。あ、あれか。まあ。この建物の中に一人か。とりあえず副官のとこに。あ、いた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 。こいつだけだな。全然いないよ。危ねえ。こっち振り向いた。おお。道に沿って2名ほどこっちに接近してないか。ああ、来てるね。ああ、いるな。こっちに向かってくるか。この毛がない人、こっち来たらやるか。毛がない人。あ、そこで止まんのか。はいはいはい、こっち来ようね。はい、OK、副官確保。OK、こっちまで来れるかい？ OK、あ、ここはスキルポイントあるわ。あ、スキルポイント、ラッキー。まあ、その人からもな、情報は聞けるでしょう、いろいろと。あ、そっち行くか。じゃあもよっ、尋問者へ。5秒やる。何か情報をよこせ。ああ、スキルポイントか。OK。ああ、ひどいんだ。いや、こうしないと喋っちゃうからね。しょうがない。メダルどれだ？あ、上の階か。上だ。1ポイント。俺の制服に合うと思うか？ここは、あとね、そうだな。こんだけか。証拠写真があるから、ちょっと奥の方に行っちゃうか。証拠写真。ああ、あんまこの証拠写真って何かの役に立ってる。お！おお。ナイス。降りたらいた。敵を排除した。よいしょ。警戒態勢？あ、これサプレッサーついてない、今。
もうこれサプリスタいらないんじゃないみたいな。あ、車両、車両だ、車両がスルーしてった。あ、なんか早いな。あ、スナイパーだ。あー、ほんとだ、スナイパー。オッケー、あれ、これもサプリスタついてないな。よし、もう一人。いたいたどこから撃たれてるんだ。あれ、よし、証拠写真こっちだ。 OK、 敵を排除。こん中か。そうか、うん、2階だ。2階はどこ。あ、これか。ゲット。死者の日。お、なにこれ、スロットある。こっちに向かってきてるぞ。え、これ遊べ遊べない、遊べないか。じゃあ情報を目指すか。おい、と峠になるけど、下の車で行こう。で、これだ。で、スキルポイントも道中あるから回収していくか。あ、おわしょい。なんかこの辺みんな車ぶっ飛ばして止まんないで、いきなり今の相手が悪いわ。今の相手が悪い。まあ46ぐらいかな。46 前方に見えるあの橋、あれ橋か。あれは、あー、橋かな。あれ前の方、なんかちょっと大きめの建物も少し見えてるし。 あるね。あ、スキルポイントがある場所がカルテルいるところだとか。もうここにも待って、これ敵拠点だ。よし、敵グループが見える。ん、敵グループ。あー、重要情報持ってる。重要情報持ってる。ちょっとこっからやったら逃げる可能性があるから、下からゆっくり接近するか。オッケー。お危ない危ない。いやー、あれちょっとこの辺ちょっと急がなきゃ。まだ大丈夫だ。よし、あ、そっちを乗り越えちゃう。いけっかな、これか。お、これん、どこまで。あ、そんな上に行った。オッケー、じゃあ、あの赤い方をさ、うん、倒してくれる。その瞬間重要人を確保する。あ、オッケー。あ、もういける。いいよ。はい、じゃあ、ほい。おっと、動くなよ。ナイス。ノックアウトしたらダメだ、尋問だ。あ、やった。装備品ケースの位置情報。おお、いいじゃん。はい、ありがとうね。ここ何あるんだろう。さて、ちょっと見て。あ、待て。上に敵いるぞ、ここ。あ、ちっ。ファッキン。いた。はい、ナイス。じゃあちょっと装備品の確認だ。うん、この地方はだな。お、スナイパーライフルのコンペンセーターあるけど、これはサプレッサーと互換性がない。ああ、で、あ、ハンドガンだ。あと、アサル、あれ、また LMG か。ショットガンのコンペンセーターに、これはまたレーザーサイト、うん、LMG か。まあ、なんで、これはハンドガンかな。新しいハンドガンくらいかな。そうだね、ハンドガンだな。
これここにもなんかあるな。ミクロ、マイクロ、マイクロ T1 レッドドットスコープ。スコープ？これは SMG とショットガンとアサルトライフルとライトマシンガンに互換性がある。ほとんど使えるじゃん。よし。あ、待って、登れない。で、その先のスキルポイント回収しよう。おい。あ、結構ちゃんとした拠点だな。結構いる？いる。それなりだわ。規模がある拠点ってね、なんかストーリーで訪れるかもしんないんだよね。確かにな。ちょっと見てみるか。前のやつも来たし、ね、準備完了。おい、ああちゃんとしてるな。まあでも、あ、なんか警戒してない？危ない。待って、この距離やれるかな。そうですか。ああ、見えないな。これで5人だ。まあ警戒は解けてる。うん、よし、森蔵で擬態しながら。あ、高いな、あの監視塔。ちょっとこの辺でノイズ鳴らして真ん中の方にみんな集結させるかな。オッケー。ちょっと俺は監視塔の下に行ったわ。仕方から多分大丈夫。全然警戒してねえ。おっ。待て、奴らに見つかるぞ。誘導グレネード使っちゃえばいいじゃん。こいつやっちゃうか。腹パン。やった。ナイス。じゃあちょっと結構期待できてるはずなんだけどな。はず。ナイス。はい。あと奥の一人が警戒してる。やべ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 。あ、たった二人だ。え、ちょっと待って。あいつら投資能力ある。最近のカルテルはみんな頭いいらしいな。もう頭いいどころだよ。よいしょ。ナイス。で、ここにも証拠の情報がある。あ、違う。あ、情報だね。ボーナスメダルの位置。うん。カルテルがどこかの悪党に渡す予定のメダルの位置が分かる。今日は何あった？はい、ヒカルさん、こんばんはね。反乱軍に伝えよう。今日はまだ始まったばっかりだ。昨日タイミング悪かったね。あれ、これもう一人いない？あ、いた。うん、いるよね。よいしょ。ナイス。あれ、もう一人いない？あ、この人こいつか。あ、で、スキルポイントこれね。一緒に取りに行く。いや、さすがにいいや。スキルポイント、あ、3ポイント。なんだ、この先は何かあるのか、これ。家事やりながら見ます。はい。あ、まあ、明るい。一人？そいつしかいない。いや、まだいるはず。え、ちょっと待って。投資能力やめて。あ、進んじゃうのか。行ってみるか。おっと？お？どうした？追跡？左行ってみて、左。あ、オッケー。この先。敵がちょうど重要情報あるんじゃない？マジで？ここ暗いな。あ、ちょうど地下で繋がってるのか、ここ。多分そうだと思う。なんか逆向きに機銃が。あ、いた。こいつは OK。 え、
った待った待った、こっちはクリアだよ、当たり判定。あ、反対側からそっち回れるね。あ、やったか、危ない、やったやった、ちょっと待って、あ、そうだね、多分繋がってるね。うん、警戒してやがる。でそっちに、おっと待って、来てる、接近してる、接近してる、敵を排除した。まだ来るか、あ、ちょ、俺の方来てるかも。これ真上か、上、いないね、ここ。ああ、いや、じゃあやたら暗いけど住んじゃおう。あ、いた、前方一人。あ、うん、あれ、おい、あれ敵か、ハチの巣をつついちまった。あ、違った、人に見えた岩だったなんだよ。あ、外出るわ。オッケー。あ、ここに人がいっぱい。あ、妙に暗いんだよね、うん、この辺。お、あお、ガチャ。あ、暗い、お、暗い、ナイトビジョンだ。ここ完全に、お、眩しい、眩しい。おお、ここ完全にナイトビジョン使わないと何も見えない。見えないは本当な。ちょっと待って、なんで敵が見えるんだ、なんで敵が見えるんだ。やったサングラスもしてたよ、今の敵だっておかしくない、おかしいわ。そんなカルテルばっかりこれどこに進めるんだこれ。うん、なんかちょっと分かりづらいなこれナイトビジョン消したら本当に真っ暗で何も見えないんだけどあ、でもこっち行けるわ。こっち、こっち元来た道じゃないよね。あ、違う、違うね。え、違うかこれ。なんか離れてってるよ、うん、なんか、うん、道は違うけど確かに他に、あ、これ出口か。あ、出口だ。おお、劉備の仕掛けだからね、しょうがないね。そりゃないぜ、そりゃないだろ、出せ、こっから出せ出れない、ここ。いや、その時の C4 でボーンみたいな。いや、ちょっと待って、早まるな、早まるな、外に敵がいるかもしれないんだぞ。おっと、ああ、大丈夫だね。はい、こんなんで開く。やった、でも警戒されてるよ。あ、これで警戒しない方がおかしいよ。あれ、どこだ、下、また洞窟内か、この敵は。んー、あ、では、なかなかに高いところにいるな。だね、いい景色。ちょっとあれが見たいな、あのあれ橋なのか、あれは線路か。なんだ、いや、でも普通に道っぽいけどな。道っぽいよね。うん、まあとりあえず情報を。あ、おっ、おお、二人いたまあまあまあ大丈夫、もう大丈夫。そこの下に物資ありましたよ。そこの下に物資あった。まあ物資はね、ん、物資はまあ、まあ、どこ、正直小物、小物回収するよりかはなんか、あの食料をが入ってるヘリだとか、うん、あの辺回収した方がね。ユニナットも無視だ。ヘリだ、ゼロ。お、あ、あ、まだ。あ、やべやべ。こんばんは。はい、こんばん。ああ、やべ。警戒されている。なんでバレるかな。ん、バレた。バレてる。ヘリにバレてる。めんどいな、 EMP あったら。電化、電化の応答、ドローンアタック。くそだダメか、ドローンアタック全然効いてないな。あのプロペラのさ、根元あたりを撃ってみて。ああ、オッケー。ああ、それで落ちるんだったっけか。落ちるはず、運が良ければ。ああ、巡回中だ。
落ちる気配ないな。ユニラットと戦いたいわけじゃないんだ我々は別に。いやめっちゃ来てる来てる、めっちゃ来てるな。ちょっと傭兵呼んだ。オッケー、あー危ない危ない。静かなじゃない、これ敵。いててててててていてててて死ぬ。お、さすがにそっちにはいけない。さすがにきつい。車両破壊スキルを持ってると、変な場所で引っかかってる。こういう時に便利で。ああ、車両破壊スキルね。こういう時のための車両破壊スキルか。復活。ユニラットのヘリが巡回してる、気をつけろ。ターゲット排除。いるね。いる。早いとこ情報持ってきたい。入れてて。ヘリだ、ゼロゼロ。おっと爆弾。みんな大丈夫か。あ、ちょっと巡回レベル上がってる。これいただき。ちょっとさっさとそれ取っちゃって。サンタブランカのおさらばだ。うん。場所は不明だが。車車。車代理人の助手がチェックインしたホテルの住所が分かったぞ。アーベツの地域です。ラプラガのミッションのある地域にあります。おお、あのラプラガがいるね、地域にどうも P90 があるらしい。近々行くことになると思うけど、やべやべやべ、後ろから来てる。うわー、ちょっと、あ、やべ。あ逃げろ。とにかく逃げろ。こっちはあの橋方面かな。あ、橋方面かこれ。あれすごい気になる。まだ車は光ってるけど。よし、引いた引いた。このここにパーツがある。ちょっと待って、その前にアミッションのパーツ。 SMG だと MP7 最強な気がする。 SMG だと MP7 最強な気がする。 MP7 もね、そのうち欲しいけど、うん、あそこに武器ケースか。じゃあ回収に行こう。そうだね。よっ、ちょうどこれハテナマークと重なってて何か分かんない。よいしょっと、そんな簡単に石で詰まるな車。これ絶対下じゃなくて上でしょ。え、嘘。いや、そうかね。いや、下だと思う。いや、ほらほら、待て待て待て、ストップストップ。一回降りて、あれドローンで見るだけ。あお、いや下だね。マジか、なんか敵いそうだなこれ。これ車勝手に下がっちゃうんだけど。ちょっと先に見てこよう。なんかね、情報持ってる敵もいそうな雰囲気がプンプンする。敵いる、いるんか。うん、いる。あー、一人いるね。あれだけか。二人、あれ二人か。なんだ、レート高いですけどね。じゃあこいつは、弾数は P90 の方が多いからいいんですよね。あ、そうなんだ。よし、ちょっと 2番の敵をやるためにもうちょっと接近しよう。 OK。 近くで敵が動いてる。よし、準備 OK。 はいはい、ワン、ツー、スリー。単語ダウン。 OK。 待て、武器ケースがあるぞ。やったか。お、くそ、片付いたようだな。あ、一般人だ。なんか一般人っぽくない一般人だ。銃を下ろせ、この人たちを怖がらせる必要はない。カルテルは輸送機の飛行計画だ。すぐにでも飛ばせそうだな。スコープ。あの物資を反乱軍に渡せればカルテルに対して優位に立てるな。どんなスコープだ。わかります、1マガジン50発っていうのは心強いですよね。とりあえず見てみるか。ああ、なんかどうなんだろうこれ。あ、あのレインボーのレッドドットっぽいな。
オープンドだっけ、なんて名前だっけ、508入ってるんですよね。まあまあ使ってみるか。うん、あ、ちょっと待って、かな、証拠情報もあるな、伝承か、サンタムエルテの起源、